ボリビア、ボリビアの歴史最初期の文明が出現した、父チチカカコボリビアの歴史では、南アメリカ大陸中央部に位置する、共和制国家である、ボリビア多民族国を構成する地域の歴史について、衝述する。アンデスの高地とその東の亜熱帯、熱帯地方の低地からなるボリビアは、父チチカカコ藩を中心に、戦士文明が栄えた。15世紀に入ると、 インカ帝国の領土となり、スペインの侵攻後は、アルトペルーと呼ばれ、ポトシ銀山を中心とした工業が発展した。1825年に独立を果たしたが政局が安定せず、チリとの間で1879年に始まる、太平洋戦争にて、太平洋岸の領土を失った。ブラジルとの国境紛争にも敗れ、領土の一部を失うこととなった。 世界恐慌に続き、1932年に始まる、チャコ戦争の敗北により国土は疲弊し、政権をめぐるクーデターが続いた。1952年、ビクトル・パス・エステンソロにより、ボリビア革命が実施されるが、生産活動の停滞やインフレが進行し、失敗に終わる。軍事政権、保守政権、文民政権の入り乱れるクーデターが繰り返されつつ、 複雑で多様な変化を続けながら、今日に至っている。ボリビアの考古学的研究はほとんどなされておらず、紀元前1500年頃に、チチカカコ南東岸に出現した、チリパ文化以前の詳しい歴史についてはわかっていない。しかし周辺国の考古学調査や一部遺跡から、出土した戦闘機などから、ビュルム表記の末にはすでに人類が何らかの形で、 地チ下カ古周辺に定着していたであろうと考えられている。ポンセの石像湖水資源はその後も人類の生活の中心として機能し、チリパ文化へとつながっていった。紀元前1500年から紀元前1000年の前期では、古岸の動植物の採取、狩猟による生活が営まれており、紀元前800年までの中期には、ラクダカ動物の飼育や農耕などが起こった。 紀元前800年から紀元前250年にかけての後期に入ると、祭事儀礼が開始され、紀元や地下式広場といった遺構を見ることができる。太陽の門紀元前200年に入ると、地地下か古島岩のティワナク遺跡を中心としたティワナク文化が出現する。この文化は1150年頃まで続いたと見られ、特に、スリーキと呼ばれる300年から500年にかけては、 大型最祀建造物が出現するなど、大きな発展を見せた。ティワナクの地は、高度4000メートルという高地にあったことから、温暖な東部のコチャバンバや鉱物資源の豊富な、南部のアタカマ砂漠方面へと拡大を見せ、周辺地域に大きな影響を与えた。こうした影響は、太陽の門やポンセの石像に見られるトゥヌーパや、超人といった門様が、 割文化などへ波及していることからも伺える。ただし、こうした進出が、直接的支配のもとに行われたものなのか、交易等を含めた間接的な接触であったのかについては結論が出ていない。15世紀後半に入ると、ケチュア族が起こしたインカ帝国による征服が始まり、ボリビアの地はこりゃ数湯の一部に組み込まれた。帝国の一領土となったことから、 現在の公用語の一つとなっているケチュア語が普及し、高度な都市文明が栄えた。この時期の遺跡からは、極めて高度な技術水準の建造物や遺物が発見されている。16世紀のポトシギンザンスペインによる、ボリビア地域の征服は、1533年に、コンキスタドールであるフランシスコ・ピサロ、ディエゴであるマグロラにより、インカ帝国が滅ぼされたところに始まる。 スペインは、エンコミエンダの制度のもとに征服した地域を植民地化し、ボリビア地域は、ペルー副王領の管轄下に置かれ、アルトペルーと呼称された。1545年、原住民、ディエゴ・アルパによって、ボリビア南部で、ポトシ銀山が発見された。この知らせは、柴叩く間に、ペルー全土を駆け巡り、ポトシ山麓のカントゥマルカの原住民集落近辺に、 鉱山業者たちの雑居が誕生した。この銀山の発見以降、ポトシはアルトペルーの支配のみならず、新大陸の経済と権力の中心地として、機能するようになった。1570年代までには、銀の道と呼ばれる今からクスコを経て、ポトシへ至る道路が整備され、多くの人と物がポトシへ集中するようになり、 特に16世紀末から17世紀前半にかけては12万人から16万人が居住する西半球で最大の都市へと発展した。同時に標高4000メートルを超える道地での鉱山労働は過酷を極め、事故や病気などにより労働に従事した多数の先住民が犠牲となった。ポトシでの工業を行うための労働力は福をトレドによって制度化された。 見たせいにより挑発された。ボリビア独立の先駆者、ペドロ・ドミンゴ・ムリー・リョポ都市銀山の埋蔵量が急激に枯渇し始めたのを受けて、カルロス三世は1776年にアルトペルーのペルー副王領からリオデラ・プラタ副王領への編入、新税の創出、販売税の値上げといった大々的な改革を断行した。この改革は、 アルトペルーの社会経済構造を根底から揺るがすほどの動揺を与え、1781年までに、ランパ地方のトゥパクアマル二世の反乱をはじめとして、カランガス、パリア、チャヤンタ、シカシカ、パカヘスなどで相次いで反乱が発生した。スクレに立つアントニオ・ホセデスクレの銅像これらの騒動の鎮圧には、ラカレ派のコレヒドールであった、セバスティアンデ・セグローラが、 軍事指揮官として対応に当たったが、併発する反乱に、兵士や武器の援助が間に合わず、各地で深刻な被害をもたらした。同年3月には、ラパスを標的とした、トゥパクカタリの反乱が勃発した。反乱軍の人数は、アイマラ系の原住民を中心とした数万人規模という、前代未聞のものとなり、騒動の鎮圧には実に184日間が、 費いやされた。1808年、フランスのナポレオンがカディスを占領すると、スペインの海外領土間連携は脆弱化し、独立運動の機運が高まることとなる。1809年には、ラパス、チュキサカで、クリオーリによる独立運動が起こった。この時捕らえられ処刑されたペドロ・ドミンゴ・ムリーリョは、後に、ボリビア独立の先駆者と呼ばれ、現在も親しまれている。 1816年7月9日、ホセデサン・マルティンによって、リオデラ・プラタ連合衆が独立を果たした。サン・マルティンの率いるアンデス部隊はその後も活動を続け、1818 18年2月12日にはチリが独立、リマを攻略した1821年7月28日には、ペルーが独立を果たした。一方でパナマを、 スペイン支配からの解放へ導いたシモン・ボリーバルも、南下を、はじめ、1822年には、ボリーバルの副官であったアントニオ・ホセデ・スクレによって、エクアドルの独立が達成され、アルトペルーの地域がスペインにとっての最後の画像となった。1824年11月、スクレは、アヤクーチョの戦いで、スペインに壊滅的な打撃を与え、アルトペルーの数勢は、 決定的なものとなった。翌1825年7月10日、チュキサカで国民会議が開かれ、同8月6日、アルトペルーの独立が宣言され、8月11日に新国家、ボリーバル共和国が誕生した。ボリーバルは当初、スペインから独立を果たした諸共和国をまとめ上げ、連合を形成することを想定し、1826年に、 パナマ議会を開催したが、この目論みは、失敗に終わり、より現実的なペルー、ボリビア、グランコロンビアを一つの連邦とするアンデス連合を、目指すようになったが、ペルー人らの反発があり、実現することはなかった。アンドレスデ・サンタクルス1825年10月3日、ボリビア議会は、スクレオ大統領に選出し、ボリビア共和国が発足した。 翌1826年2月、ボリーバルは、リマにて、ボリビア憲法の草案作成に着手し、5月に、ボリビア議会に、提出、11月8日には、ボリビア憲法が交付された。この当時、の人口はおよそ110万人で、80万人という、大半の人々が、ケチュア語やアイマラ語を話す、原住民、20万人がスペイン語を話す白人。 残り10万人がメスティーソやチョロ、黒人奴隷などであった。社用化した工業にとって変わるものとして木川やコカといった農産物の生産が活性化したが、大農園やプランテーションの発展により原住民の地位はかえって不安定となり、反労働的な労働者や流民などに転落していった。こうした状況を立て直すためスクレは労働挑発の 廃止や教育の世俗化といったリベラルな政策を打ち出したが、保守的なクリオーリョたちの反発に遭い、1827年に国外へ追放された。1829年、アンドレス・デ・サンタクルスが大統領に就任すると、独立後の疲弊した国土と経済の安定化を目指した社会的改革に着手し始めた。 国内の免疫産業活性化を目指して外国からの、免疫品輸入の一時停止、貿易港の制限、関税の値上げといった、国内産業の保護政策を打ち出す一方で、政府機能、教育機関、医療施設の充実化を図り、今日のボリビアの基礎を築いていった。また、諸外国との貿易を有利に進めるため、あるいは、チリやアルゼンチンに対抗するためには、 ペルーとの連携が不可欠として、ペルー・ボリビア連合の構想を打ち出した。1835年1月、サンタクルスは、ペルーの親サンタクルス派を救済するという名目で、ペルーへ介入、ペルーのアグスティン・ガマーラを破り、翌1836年10月には、南北ペルーとボリビアの三国からなる、ペルー・ボリビア連合国を樹立した。 これに対し、南米太平洋岸の経済、軍事バランスが著しく変化することを恐れた、チリのディエゴ・ポルタレスは、同年12月に、ペルー・ボリビア連合に対して、戦線布告を行い、アルゼンチンや反サンタクルス派と共同歩調を取りつつ、進行し、ペルー・ボリビア連合国軍に壊滅的な打撃を与えた。サンタクルスは、ヨーロッパへと亡命し、指導者を失った。 ペルー・ボリビア連合はわずか3年後の1839年に、画解した。その後、再度ボリビアとの併合を目指した、ペルーのアグスティン・ガマーラやサンタクルス派などの進行があり、国内情勢は混乱したが、ホセ・バジビアン、ホセ・ミゲル・デ・ベラスコ、マヌエル・イジドロ・ベルスといった、政情収集を重視した政権の尽力により、次第に安定を見せ始めた。 太平洋戦争時のボリビア軍兵士19世紀中頃に入り蒸気を使用した新技術の導入や新しい鉱脈の発見などによって銀行業は回復の兆しを見せ始めた。また独立以来開発が進行していなかったボリビア太平洋岸でグアノの採掘が開始され農業用肥料として主要な輸出品目に数えられるほどの生産量を 上げ始めた。さらに、リトラル県で始まった、小石採掘は、全国的な広がりを見せた。アタカマ砂漠で、小石交渉が多数発見されると採掘圏を、めぐって国境が未確定であったチリとのさかいが、生じ始める。アタカマ砂漠近辺の地図1866年、ボリビアとチリは、両国の境界線を、南位24度とし、 内位23度から25度間に広がる一帯は、共同開発地域として、収益を当分する条約を締結したが、条約は、人口比率で圧倒していた地理に有利に働いた。このため、資源分配に関する条項の撤廃を目指して1874年に、再度条約を目指したが、締結された条約は23度から24度で、 活動する地理会社への輸出税率の凍結を主眼に置いたもので、ボリビアの意向に沿ったものとはならなかった。このため、当時の大統領であったイラリオンダサは1878年に74年条約を一方的に破棄し、アントファガスタで活動する地理系小石会社に対し輸出税率の引き上げを通告した。会社責任者は、ボリビア側の要求を拒否し、 不当な要求として、チリ側へ訴えた。1879年2月14日、チリ軍はアントファガスタへ、軍艦2隻を送り、同地を占領、そのまま北上し、コビハ、メヒリョネス、カラコレス、カラマといった、太平洋岸一帯のボリビア鉱山の要衝を攻略した。チリ軍侵攻の知らせを受けたダサ大統領は1873年に、 ペルーと締結したペルー・ボリビア秘密条約をもとにペルーへ援軍を要請すると4月6日、チリ軍は当該条約の破棄を迫ってペルー、ボリビア両国に戦線を布告太平洋戦争が開戦したしかし戦線の時点でボリビア太平洋岸のほとんどを占領していたチリ軍は終始戦局を優位に進め1880年5月26日 アルトでアリアンサでの敗北をもって事実上の終幕を迎えた。1884年4月4日、バルパライソ条約が結ばれ、アタカマ地方をチリに割上し、ボリビアは完全な内陸国となった。この戦争を契機として、停戦を求める保守党と戦争継続を叫ぶ自由党が誕生し、ボリビアの政治は正当性へと変容した。 戦後の主導権は保守党が握り、軍縮と文民主導体制の樹立が目指されるようになった。1888年に大統領に就任した、アニセとアルセは創出した、輸出経路の確保に尽力し、アントファガスタから主要鉱山をつなぎ、ラパスに至る横断鉄道の敷設を実行した。また、価格下落の続く銀に代わり鈴の採掘を推進し、 主要輸出産品へと育て上げた。鈴産業の急激な成長は、新興資本家の出現を促し、パティーニョ、アラマヨ、ホッチホルドといった鈴財閥が誕生した。こうした資本家は国家への影響力を拡大させるため、自由党への手コ入れを開始した。1899年、鈴財閥と結託した自由党が起こした。 保守党政権の転覆を図った闘争は、それまでに制定されていた1874年法に反感を持つ先住民たちを巻き込み、連邦革命と呼ばれる大きな内乱へと発展した。保守党政権転覆にあたり、1874年法に反感を持つ先住民を利用しようと考えた自由党は先住民指導者。 パブロ・サラテオ・イルカと先住民共有地の返還、先住民政府の樹立などを条件に協力を取り付けた。この同盟により自由党は保守党転覆に成功したが、先住民の求心化を危惧し、先住民側との協約を一方的に破棄し、それまで以上に先住民を弾圧するようになった。自由党政権として最初に選出されたホセマヌエル・パンドは、 当初掲げていた地方の権限を強化する連邦制は時期尚早であるとして放棄した。ラパスに首都機能を移し本格的な経済対策に取り掛かろうとした。しかし、同1899年自動車産業の発達に伴うゴム産業の活性化で、 アマゾン流域のアクレ地方で活動するゴム業者、ルイス・ガルベスが、アクレ地方のボリビアからの分離独立を宣伝した。分離運動は1901年4月までに、一応の鎮圧を見たが、政権獲得と先住民への対応で疲弊していた、ボリビア政府は、同地方の継続的な管理行政能力に、行き詰まりを感じ、ニューヨークに拠点を構える米国系企業、 ボリビアシンジケート社にアクレ地方の管理開発を委託した。南米地域にアメリカの直接介入がなされることを恐れたブラジル政府はボリビア政府に強く抗議し委託の撤回を求めた。1902年8月、ブラジル人ゴム業者プラシドカストロにより再度のアクレ、司法独立分離運動が起こる。 これに高応するようにブラジルはアクレ地方へ派兵し、1903年4月にはプエルト・アロンソなどの主権地域を占領した。兵力差が歴然であったボリビア政府は外交的解決の道を模索し、同年11月、ペトロポリス条約が締結され、200万ポンドの保証金と同地の鉄道不設権と引き換えに19万。 平方キロに及ぶアクレ地方のブラジルへの割譲を余儀なくされ、アクレ地方はアクレ州としてブラジルに編入された。1891年までに輸出額ベースで全体の60%を占めていた銀はアメリカやドイツの金本位体制の影響によって急激に需要が冷え込んでいった。代わって急激に成長をきたしたのが鈴産業で1902年。 オリビアの鈴は輸出額で銀を抜き、1913年には輸出全体の70%を占めるに至った。ダニエル・サラマンカこうした鈴産業を背景とする財閥を味方につけた自由党の政権は1920年頃まで続いた。自由党はインフラの整備や都市の近代化を図りつつも保守党によって固められた過当的伝統的体制を引き継ぎ、 ロスカと呼ばれる、一握りの権力者が大多数の先住民を支配する、身分制度的な社会構造を維持し続けた。しかし、1929年に起きた、世界恐慌により、鈴の輸出は低迷し、ボリビアは、失業率の増加、経済的苦境などといった、不安定な状況に陥った。1932年、国民の関心をそらすため、 ダニエル・サラマンカ大統領は、未確定国境地帯であった、グランチャコの石油開発独占を目論み、パラグアイへ戦争を仕掛けた。この戦争は1935年まで続いたが、アメリカの仲介による、ブエノスワイレス講和条約をもって終結したが、ボリビアは24万平方キロという広大な大地と、6万5千人に、 及ぶ犠牲者を出す生産な結果となった。チャコ戦争により、軍部の権威は地に落ち、白人支配層への嫌悪感が、住民の間に広がっていった。これに対応するため、1937年、ダビッド・トロル・イロバ政権は、アメリカ系企業であった、スタンダード・オイルを接収石油公社を設立した。同時に、鉱山銀行を設立して鈴輸出に伴う。 外貨管理を政府の管理下に置き、国家主導で経済の立て直しを実施する方針を打ち立てた。1941年、ビクトル・パス・エステンソロ、ゲバラール・セラが主導し結成された民族革命運動党は、鉱山労働者との関係を築き、鈴財閥との対立関係を明確に打ち出し、1943年にクーデターにより誕生した。 ビリアロエル政権への入閣を果たした。パスは、経済省に就任、労働者や農民との間に関係を広げ、加藤支配に対抗する、ポピュリスト運動の基盤を作り上げた。ビリアロエル政権以降は、エンリケ・エルゾーグ、マルメト・ウリオラゴイティアといった、保守党政権が続いたが、MNR は、この間地下活動を続け、労働者からの支持を確固たるものとしていた。 1951年5月6日の制限選挙にて、パスエステンソロを率いる MNR が有効投票12万票の、うちの45%を獲得して、勝利を収めた。しかし、ウリオラゴイティア政権はこれを認めず総辞職を行い、軍に政権を引き渡す。この動きに、翌1952年4月9日、シレス・スワソ率いる、革命軍が、 ラパスで放棄し、正規軍が解体された。4月15日、革命政権は、臨時政府を樹立すると、亡命先のブエノスアイレスから戻ったパスを、大統領に選出し、サンダイスズ財閥の解体、普通選挙の導入、無償教育の普及などに取り組み、国民の大多数を占める、先住民の国家への統合を促した。これらの一連の改革は、 ボリビア革命と呼ばれ、メキシコ革命に次ぐラテンアメリカ第二の社会革命として、近代的な国民国家建設が期待され、農地改革やインディオに対する差別的法律の撤廃などにより身分制的な社会構造は崩壊したが、人口の少ない内陸国で工業発展の基盤に乏しかったボリビアでは、行政機構の肥大化のみが進み、抜本的な経済改善には至らなかった。 鈴財閥を解体して設立した工業公社は労働者勢力を地盤に持つ中央労働本部と共に知識人を中心とする中間総理研修団が支配し政府に要求を突きつける強力な存在となったこのため政府は合理性を欠いた経済政策を強いられることとなりインフレが凄まじい勢いで発生した政府は アメリカや国際通貨基金の指導の下で経済の安定化を図ったが、労組や農民層の抗議は激しく、第二次パス政権時にはこれらを抑え込むために軍の再建が実施された。ボリビアでのチェゲバラ1959年に達成されたキューバ革命がプラヤヒロン侵攻事件によって社会主義化し、 ラテンアメリカ全土の知識人や社会主義勢力の急進化を招く中、東西冷戦の最中にあったアメリカは、ボリビアの共産主義化を抑えるため、進歩のための同盟を通じて集中的な援助を行ったが、こうした行動は、貧民層の援助慣れの体質を強める結果となってしまった。1964年。 パスが三度目の大統領に就任すると民族革命運動党は分裂し、パスは自らが再建した軍のクーデターにより政権を追われてしまう。ボリビア政権は軍の支配下に入り長期にわたり軍の右派と左派に分かれて抗争を続けた。軍事政権の主犯、レネバリエントス・オルトゥーニョは反政府勢力や社会主義者への締め付けを強化した。ボリビアは ラテンアメリカ全体の社会主義革命を目論むキューバにとって最も弱い官とみなされたため、1966年11月4日、ピデル・カストロと決別したキューバの革命家、チャゲバラが南米大陸革命運動の拠点を求めてボリビアへやってきた。しかしゲバラ率いる革命軍は農民層の支持は得られず、 高山労働者との連携にも失敗したために、1967年、アメリカ軍の支援を受けたボリビア政府軍に捕らえられ、射殺された。農民のゲリラ戦によるラテンアメリカの武力革命を理論化したゲバラの戦死により、南米の革命運動における武装闘争路線は、重大な挫折をきたすこととなった。1969年4月に、 バリエントスはヘリコプター事故で死亡し、公認のアルフレド・オバンドは、隣国のペルーのベラスコ軍部革命政権に習って、ガルフ石油を国有化し、ローソを合法化した。後継のフアンホセトーレスはさらに左傾化し、ソ連の資金援助を鉱山公社へ注ぎ込み、ローソや農民組合をまとめ上げた、左翼革命運動等を誕生させるなど反米化の動きが強まった。 しかし1971年、ブラジルの支援を受けた、保守派のウゴ・バンセルが、クーデターによって、政権を握ると、外国投資を積極的に誘致する展開した。この政策は一時的な経済ブームを呼び起こしたが、膨大な財政赤字と累積債務を作り出し、後の構造的不均衡の要因となった。1978年に、アメリカジュミー、 カーター大統領の主導により、ボリビアでの民主化が始まった。結果的に民政移管が完了したのは1982年であったが、その間に5回のクーデターと9回の政変が発生し、ボリビア国内は混乱を極めた。こうした社会情勢の悪化は国土の疲弊と孤立化をもたらし、民主化には成功したものの債務危機に襲われ経済が、 破綻するという事態に陥ってしまう結果となった。経済の破綻は、ハイパーインフレを呼び起こし、1984年8月から1985年8月の1年間で、実に2万6000%の価格上昇があった。与党が分裂し、統治能力を失った、当時の大統領エルナンシュレススワソワソノザオジシ、74歳の、 ビクトル・パスエステンソロが政権を握ることとなった。パスは1985年8月、国家の抜本的な再建を目指すための大統領令、第2060号新経済政策を発表し、価格、為替、貿易の自由化、国営公社の合理化、緊縮財政といった経済の安定化と、市場改革に着手した。 この改革は失業者が続出する痛手を伴うものとなったが、パスは軍を動員して暴動を抑え込み、強権を発動して断行した。独立以来、この経済改革までに188回を数えた、クーデターに見られるように、著しく不安定な情勢が続いたボリビアは、その暗く長いトンネルを少しずつではあるが脱しつつある。ありがとうございます。